豪絶イグノもう攻略しようというわけでやっていきましょう。今回はなんだろうね、一応無視っていうイメージの豪絶らしいのよ。何を無視してるかって言ったら、まあまあまあ、木属性が本来来るところで光属性が来たことと、露骨なまでの超重心祭設定、あ、接待、なんかさ珍しくない？ここまで超重心祭キャラが露骨に接待されるクエスト、あの出たばっかりで、その辺なのかなーなんて思ったりもしますが、とりあえずやっていくんだが、初手ミスった、ごめん。言っていて時間かかんだよねこれ。エレメントエリアを発射するエレメントショット、このエレメントショット内にいるキャラクターの友情コンボや、あとエレメントショット内での殴り、この辺でねダメージを稼いでいくクエストになるから、一手一手が時間かかるのと、あとゲージ必中アイテムめちゃくちゃ便利よ、ぜひ使った方がいいと思う。こんなもんか。はい、オッケー。でアルセーヌの反射の方はとにかく殴りがバカ強い。で貫通の方はちゃんとエリア内に設置して状態で友情コンボ出してあげると、これまたバカ強い。どっちもなかなかどうして優秀だね。でこれはシールドンかな、シールドン狙いで貫通いけるか。 OK、 この辺は貫通のアンチブロックを持ってるっていうメリットだね。一手でスンってこう処理できるからすごくやりやすい。で地雷はね、エレメントエリア内で踏んだことはないけど、多分エレメントエリア内で踏むと死ぬから、なるはやでね処理した方がいい。うん、シンプルに処理。で下の名前忘れちゃった、あの子、うん、下にいる2人、あいつらはとにかく原用キラー持ってるから、早め、これも早めだね。ただ貫通だと若干削りがしづらいから、そこはうまいことやっていきましょう。でアルセーヌなんだけど、プロテクションでね防ぐんだよね、普通に攻撃を。そこら辺もね優秀ポイント。あ、ミスった。いやーごめん、撃つ瞬間にブレた気がした。で下のあいつら結構硬い上に即死を持ってるから、本当になるはや処理なんだけど、これ友情コンボ出せんじゃないの。はい、 OK 出た。セーヌさんの友情コンボはさすがに結構削るよ。であとはこれセーヌ友情でもいけんじゃないかな。はい、 OK。 上にシールドンがいるんだけど、シールドンも結構利用しやすいのよ。エレメントエリアを発生させるためには、敵または、まあ要は自分自身が殴れるものにしか反応しないから、そこをうまく使ってあげると削りがしやすいよっていうパターン。これ純粋にこのロボからいくか。こういうミスはしないようにしましょう。1点無駄はでかいよ。バカだな俺。でも次そこで友情出しやすいな。ああそういうことするんだ、やるじゃん。思ったところに飛ぶ気がない。いやこれでもいけるか。 OK 処理した。で防御ダウンします。で防御ダウンするとなんとセイヌさんの友情普通に削ります。もちろん防御ダウンした状態でエレメントエレーナで殴ってあげるのは一番理想的だけど、それしなくてもある程度は削れます。これでかいね。これもなんかな。一応殴ってみるか。ああ削るね、ありだね。あ、弾潰れないか。さっき弾ね雑に友情やったら潰れたんだけど、やっぱ潰れるとき潰れないときあるな。ああ弱点ならダメージ入る。貫通の方が、うん、貫通あるせいの強いな。これもだってエレメントエリア内出せるから。はい、うん、友情系かよ。初日から友情系はちょっと良くないんじゃないの。豪絶、そこも無視してんのか。難易度無視ってこと？
友情コンボって普通聞かないじゃん、そうそう。だいたい3周目ぐらいじゃん、聞き始めるのって。気が早いね。ここの同時処理はね、苦手。さっきやって結構時間かかった。だから今回も時間かかると思うからよろしくお願いします。上にエレメントエリアを張ってあげて、そこを殴る。イメージ?ほら、逆が入った。逆が入ると入んねえんだよ、ダメージ。エレメントエリアは結構ちっちゃいんだよね。上から行こう。多分これ同時処理なのよ。いや、同時じゃないな。多分蘇生かなんかかかると思うから、倒せるセットがあったらどんどん倒していきましょう。2ターン前蘇生か。今蘇生かけてるもんね。このターンに1体でもいいか削ってあげれば、よしと食らうな。いや、むず。いいんじゃん?こんなもんじゃん?入れんかった。あ、でも削りとしてはいいな。うん。ゴーストは比較的軽いから、HP が。これ、ある意味ありじゃないか?いや、ないな。うん、これないわ。こっちだ、こっち。一回叩いて、あいつの下にエレメントエリア発生させて、殴る。ごめんね、時間かかって。頭おかしくないぞ。やった人はわかると思う。ゲージ必須アイテムの必要性。ミスった。いけるか。ザクッと。いった。いけるね。ギリギリエリア内にいたっぽい。すいませんね、グダ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 した動画になってますけども、もうそこはご了承ください。これね、2個の矢印を見るって上手い人じゃないとパッパできないよ。さっきね、ここめっちゃ時間かかったんだよね。ここもこれ分かんないんだよ、こいつらの蘇生パターンが。さっきちょっと初回だったからな。ほい、2体倒してあげたらさっき蘇生かかんなかったから、それを信じたいところ。そんなことねえのかな。やっぱりだ。蘇生は1体だ。そういうことね。いけるか?あ、ダメだ。まあ、とりあえず1体処理したから OK でしょう。あ、そういうパターンもあるのね。ボスイッチワンパンしてみた。マジかよ。神かよ。まだ普通に攻略してる中、ワラシーさんはもうワンパンをしたそうです。すげえよな。さすがに、わかんない。何でワンパンしたんだろう。タケミカ?タケミカならありえそうだもんな。そう、ボス削りはすげえ楽だったのよ。さっきやった感じ。ミカちゃんじゃねえかな、そしたら。ミカちゃんか、デク?デクでもいけそうだよね。デクでもいけそうだけど、俺にできるかって言ったら無理だけど。はい、やっと処理しました。あとはボス削るだけ。で、これ覚醒入んないから、残り6ターン。5ターンか、正確には。で、削り切りましょうってやつ。で、お面が来るのよ。今この瞬間防御ダウンしてるから、ここは殴り放題。横勘で案外削れんじゃないの、もしかして。ちょっとやってみていい。どうせ5ターンあるし。ああ、強い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 。弱点関係ねえわ。弱点気にしない方がいいかもな。気にしないって言い方はあれだけど、あんまり気にしなくていい感じがする。で、防御ダウンします。あれだね、ってことはダンサイザダーク決めればもう一撃じゃんっていう気がするのは私だけ。これ友情コンボ出しとこうか。ちょ、左手にする。左手。見えない見えない。え?いや、むず。なんで?その角度がいいの、その角度が。
いや、やめよ。ごめん、ミスった。時間だけかけてすいませんでした。あ、HP 共有なの君。え、どっち？共有じゃないか。アルセーンの友情か。はいはい、そしたら、おお、倒しきれない。これはミスったな。いいね、セーヌさん。友情でちゃっかり削ってくれる。あ、痛い。すごい痛い。あ、誘発しない。誘発しないか。いや、ちゃっかりそこも削ってほしかったな。オッケー、処理完了。さあ、あとは、ボス削りだけど、HP が心持ってないんで、ここで一丁。SS 使いましょう。回復目的で。ただ、あわよくばダメージも稼ぎたいよ。いや、強。強。強いよ。ずいぶん柔らかいね、君。防御ダウン中なんで。さっきの感じでもダメージ入りそうなんだよね。あれだね、あんまり丁寧にやんない方がいいかも、このクエスト。なんかね、思ったより乱雑にやって削れてる、ちゃんと。いやー、ワンパンか。何でやったんだろう。すげえなー。周回早いんだろうな。はいはい、じゃあラスゲやっていこう。ここの雑魚処理でね、すげえ手間取ったの、さっきで負けたんだけど。あいつ硬いんだよね。硬いから、どちらかというと友情の方が削れてる気がしたのよ。でもどうしようかな。セーヌ場所いいんだよな。ちょっと削っとこう。このちょっと削りが後に生きることを信じて。場所いいじゃん。ありがてえ。これは嬉しいな。はい、ワンセット。霧がちょっと痛いけど。これ多分あれだな。次セーヌで決めた方がええな。あ、決まったわ。はい、そしたら防御ダウンしてるんで、まあ、セーヌちゃんの SS で抜けれ終わるんじゃないか、これ。あ、そうか、ブロック、そうだ、ブロック展開するんだ、ここ。めんどくせえな。ほい。余裕だよ。強すぎだろ。はい、おしまい。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。ごめんね、あんま丁寧な解説できなかったんだけど、まあ、言えることは一つ、アルセーヌがバカみたいに強い。どうしようかな。運気だな。うん、運三四はちょっときついかもしんない。伝染技を見たいしね。はい、それじゃあ、バイバイ。この後、頑張って、4話かで周回だかな、とりあえず。今日目指すは重心化まで。ほいじゃ、バイバイ。